今回の学びたいは高校生が取り組んだ研究発表じゃよ。フェニックスくん、世の中はいろんな人が研究し発明した製品やアイデアで成り立っておる。うん、研究にはいろんな知識や発想力などが必要だから、人類の努力はすごいな。高校生たちも自分たちの力で研究に取り組んでいますよ。そこで今回の学びはこちら。高校生が課題解決を探求、課題研究発表大会。それでは山崎隊員。はい、山崎です。県高等学校課題研究発表大会が開催される都城泉ヶ丘高校にやってきました。高校生の研究発表、一体どんな内容なんでしょうか。早速調査したいと思います。大会を運営する都城泉ヶ丘高校の沼口先生にお話を伺いました。沼口先生、今日の課題研究発表大会について教えてください。はい、現在県下の高校において生徒自らが設定した課題を探求し、その課題に対して多面的複合的に事象を捉え、課題を解決するために必要な資質能力の育成を目指した探求型学習が積極的に実践されています。この大会は新しい時代に求められる資質能力の育成を図ることを目的としています。今回で第7回の開催となった県高等学校課題研究発表大会。大会には県内の普通科系専門学科などの設置校14校がオンラインで参加しました。大会では各学校の生徒の代表が研究テーマの自然科学分野と人文社会分野の5つのカテゴリーで発表。カテゴリーごとに専門家が審査を行い、それぞれ最優秀賞と優秀賞を表彰します。今回発表される皆さんは学校の代表ということですので、どの発表も大変素晴らしいものだと思います。これまでの成果を十分に発揮して最優秀賞を目指して頑張ってください。いよいよ研究発表の開始です。どんな優れた発表があるんでしょうか。頑張ります。どうも、都城泉ヶ丘高校2年生の宮本壮太さんの研究発表テーマは分光器を用いた蛍光物質の測定です。はい、分光器とは光の強さと色をその数値で表せる。宮本さんは分光高度計より価格が安い分光器で金属イオンの定量に挑戦し、分光器の可能性を研究しました。同じ濃度の範囲内では綺麗な直線的なグラフが表せたということでですね、分光器の可能性を見出せたかのような、そういう実験になったというふうに私は認識しております。発表してみてどうでしたか。パソコン画面の前で皆さんの顔が見えない状態でやるっていうのが、非常に新鮮だったんですけど、逆に緊張せずに済んだかなっていうのはあります。これからやはりそのいろんな視野を広げて、本当はこういう物質も光るんだみたいな、そういうのを含む前でまた私たちの研究に生かしていけたらいいなというふうに思います。こちらは1年生の教室です。皆さん先輩たちの発表を熱心に聞いていますね。都城泉ヶ丘高校では1年生の2クラスが研究発表大会の自然科学部門を見学。各学校の先輩からプレゼンテーションの方法や研究内容を学んでいました。先輩の発表を見ていていかがですか。正確な発表をするのに専門家の方の意見を聞いたりとか、そういうところは将来私たちにとってもすごく大切になるんじゃないかなと思いました。子どもたちが伝統文化を通していろんな研究があるよ。こちらは人文社会の分野です。私も視聴したいと思います。研究内容は若者の選挙の投票率を向上させるためのプランや非常食の開発など様々。高校生独自の視点で個性豊かな内容じゃな。こちら都城泉ヶ丘高校2年生のグループはこの研究に去年の6月から取り組みました。私たちはシラスプラスチック、厄介者シラスの新たな活躍というテーマで研究をしました。研究内容は農業に不向きとされるシラスの特性を活用して生活に役立つ製品を作るというもの。役に立つものを作成しようと考えました。このようにして地道な実験と試行錯誤の末、シラスとカゼインプラスチックを合わせたシラスプラスチックを材料に排水口のゴミ受けを作りました。
よってシラス配合率は 60% が最適だと分かりました。長時間水につけてもシラスプラスチックの効能を保てるコーティング方法を見つけることを今後の課題とします。すべての研究発表が終わり成績の発表です。最優秀賞は都城泉ヶ丘高等学校です。最優秀賞はご覧の結果となりました。おめでとうございます。研究というのは大抵の場合はうまくいかないことが多いわけですが、諦めずに粘り強くまた実行チャレンジをしていただきたいと思います。これで課題研究発表大会の終了です。最優秀賞おめでとうございます。ありがとうございます。最優秀賞を聞いた瞬間はどんな気持ちでしたか？今まで頑張ってきてよかったなっていう喜びでいっぱい。本当に驚きで嬉しいです。誰もやったことのなかったような新しいものを作ることがこのメンバー4人でできてすごく楽しかったと思います。高校生が日頃の学習成果を思う存分発揮した大会となりました。大好きな都の城をもっと盛り上げるために探究します。高校生の研究発表ハイレベルじゃったの。そうですよね。身近な問題の解決を図るものや専門的な研究までとても驚かされました。今後も楽しみです。よし、僕も探究そしてチャレンジするぞ。そうだね。続いては私の本のコーナーです。私の本、今回は宮崎市立池内小学校の山崎七海さんにお聞きします。私の本はしくじり動物大集合という本です。この本は進化に失敗したいろんな動物が150種以上載っています。私が興味を持った動物はアベコベガエルという動物です。親のカエルが7センチくらいに対してオタマジャクシが22センチ以上と子供の時の方が大きい特殊な動物です。知識が増えるだけでなく想像も膨らんで面白いのでぜひ読んでみてください。七海さん、読者の魅力は何ですか？いろんなことが分かったり面白いことがあったりするところです。新たな本と触れ合って知識を増やしていきたいです。中学生になってもいっぱい本読みます。七海さん、中学校でもたくさん本を読んでくださいね。続いてはこちら。いじめなどの悩みを抱えている子どもさんや保護者の方はいらっしゃいませんか？困った時は次の相談窓口をご利用ください。メールでの相談はネットいじめ目安箱をご利用ください。県教育委員会や教育研修センター、教育ネットひむかのホームページからアクセスできます。電話での相談は24時間子ども SOS ダイヤルをご利用ください。フリーダイヤル 0120-0-NAYAMI-UO です。いずれも24時間365日相談、また匿名で相談ができます。いじめなどの悩みを抱えている子どもさんや保護者の方は遠慮なくご相談ください。それではプレゼントコーナーです。今月は高鍋農業高校の皆さんが作ったトマトケチャップと日向夏マーマレードをセットにして7名様にプレゼント。 MRT アプリからの応募が便利です。今月のキーワードと番組の感想を書いてご覧の宛先までご応募ください。今月のキーワードは宮迫じゃ。そして学びたい番組のおさらいは県動画ポータルサイトくすたみきチャンネルを見てね。それでは学びたい、また来週です。さようなら。